どうも、ボシマックスのカナヤンです。ボシマックス正義です。お願いします。はい。じゃあ、申告敬遠も今日取っていきたいと思いますけれどもね。やった。嬉しいぞ。はい。じゃあ、早速じゃあ、はい、コメントから読んでいきたいと思います。ありがとうございます。はい。先週、はい、募集した、まあ、コメントというか、はい。まあ、お便りみたいな、ね、テーマですね。テーマが、うん、習い事で、まあ、賞を取ったこと、はい、習い事じゃなくてもいいんですけどね、うん、何かの大会だったりとか、まあ、そのコンクールで入賞したことありますかっていう質問に対しての、はい、コメントです、いつもねコメントくれてるさんからですね、はい、入賞経験は思いつきませんと、うん、習い事は全て言うと長くなってしまうので一つだけあげると塾に行ってました。いや絶対に宮内塾、こいつ宮内塾ですね。彼は宮内塾じゃねえかも。ずっとね、ずっと言われてるけど、このチャンネルで教え子か、教え子じゃねえかも確実に。誰だよ、大人びてるよな。なんかまあ丁寧だ、だから卒業生だと思いますよ。もうまずこの話題、この動画見れるっていう時点で結構大人ですからね、うん、我々チャンネル中学生とかこの話聞くと何も確かにね。ね、わかんないこといっぱい言ってますから。みんなスカイピース見てる人だって。うん。スカイピースと多分市町村は多分被ってない気がするんで。まあ、てか YouTube のね、あの登録者のグラフが見れるんですけど、年齢のね。うん、あの、50代以上が 60% 以上いるんでね。本当にありがとうございます。すごいよね。YouTube のチャンネルとは思えないぐらい。うん、年齢層高い、ね、チャンネルで。てか今見てみるか。どういう、ね、年齢層。年齢層。確かに。どんなもんなのかっていうと、はい。ちょっと配分変わってますね。お、13歳から17歳が 2.5%。まあ少ないと。少ないですね。18歳から24歳が 26.6%。あれ増えてない、増えました、ここ。ね。で、25歳から34歳 33.5%。ここが一番多いです。だから25歳から34歳。もう俺は多い。同世代ぐらいか。同世代ぐらいです。うん、うん。で、35歳から44歳が 10.7%。で、45歳から54歳が15.6%、55歳から64歳が 8.3%、65歳以上 2.8% ということで、はい、まあでも、40代以上を考えると、やっぱり 30% 以上は40代以上って感じです。はあ。で、あと男女比、男性 94.7%、女性 5.3% ということで、まあ、本当に、あの、40代以上の男性しか見てないっていう。でコメントくれる人さ、女性が多い。女性が多いですよね。ね。でも実は、あの男性が見てると。見てるチャンネルなんだ。すごいおじさんが見てるチャンネルっていうことなんですよ。すごいおじさんが見てるチャンネル。はい。っていう感じの、まあ、視聴者層ですね、これが。数少ない。数少ない若者です。若者なんだ。うん、本当。ああ、さんは。ああ、さん。まあ、ああっていう名前も、ね、ぜひ作ってくれるとね、うん、僕らもね、覚えやすいですから、うん。はい。ということで、続いてですね。はい。しおりんさん、この方も。いつもありがとうございます。しおりんさん。コメントくれてますね。入賞経験その1、中3の書き初めの宿題をでっかい紙に書くのが面倒で、半紙に金文字でさらっと書いて出したらクラスで銀賞取っちゃったと。でも市の書き初め展に出すからでっかい紙に書き直せと言われて結局面倒なことになりましたっていう1個目ですね、はい。入賞経験その2、高3の夏休みの宿題で小説家、詩を書けと言われて、テーマに困り、スポコン、スパイ、SF、政治、ラブストーリー、全部ぶっ込んだ小説を適当にでっち上げたら、県の文芸コンクールに出すから字数を整えろと言われて、また面倒なことに。結局、優秀賞、銀賞かな、もらって、表彰式に普段着ない制服着て出ましたが、あれ、もしかして私、慶応入れたのって内申書にその受賞歴が書いてあったりしたおかげもあるということで。2個。すごくない？すごいですね、これ。2つ目のさ、うん、物語作ったやつ、やばくない？うん、いや、すごいね。めっちゃ読んでみたいんだけど。確かにね。もし残ってたらね。ほぼだって全部両サイトじゃん。SF もあって、政治もあって、恋愛もあって。なんか、ワードかなんかで書き起こして、ちょっと送ってほしいっすよね。送ってほしいの、ちょっと見たいですもん。メールに。ぜひ、しおりさん。ね、しおりさん送ってほしいっす。はい、待ってますん、ね、で。作文ね、でも俺も作文結構ね、あの、入賞したわ。作文ね。うん、作文は入賞してたから。あの小説書けみたいなのあった？いや、小説書けはなかったけど、普通になんか運動会とか、はいはいはい、その野球のこととか、あと稲作をやらされたんですよ。アイガモをね、育てるっていう学校だったんですけど。そんな学校なんだ。うん。四街道市立わらび小学校はね、アイガモを育てて、アイガモってあの稲の
害虫食ってくるんですよ、うん、だからそれを育てて一緒に稲も育ててということをやってその作文で入賞したりとかしてで最終的にその育てた藍がもう食うっていうね食育だ食育してます、ね、ガチはいあのなんだっけ命の授業みたいなえなんかこの花子さんのコントであるやつじゃんあそう花子さんのコントもそうだしあの映画でもあったじゃんあの豚を食べるやつえマジで食うの食った食ったうんえごくねいや別に普通思い入れないんだそんなうん別にそんあの映画ほどあんなに触れ合ってないし愛がもだもんだって泳いでただけだから池にえ意外と誰も泣いてない誰も泣いてない誰も泣いてない普通に女子とか泣きそうなんだから泣かないんだうん普通に食ってたやめようよみたいなないんだないっすないっす目を食うぜっつってうんあのいい子ちゃんだったから食えって言われたら食いました逆にね逆に食ってましたね食育ね食育ですねうん、なんか作文とかっていや俺ね、うん、読書感想文は結構ね、はい、意外と入選したり本当に読書感想文かそうだ、うん、王道はそうだもんね王道そう読書感想文だもん、ね、だからその作文とかはなかったけど、うん、読書感想文がもうずっとメインだったけど、うんうんうん、なんか俺伝記とか読んで、はい、ああ偉人のねそうベーブ・ルースとかの野球好きだね野球好きで、うん、ベーブ・ルースのなんか伝記で読書感想文書いて、うん、なんか入選して、うん、で版画でベーブ・ルースこうやって、また入賞した。あ、すごいね。ベーブ・ルースに縁がある。いや、もう野球の神様じゃん。野球の神様。大谷翔平よりも。そう。先にベーブ・ルースを。俺が。超えてた。うん。なるほど、ね。ベーブ・ルース感だと入賞できるっていうのが出ましたね。確かに、まあ。確かに、だから、版画とかもあんま真剣にやるやつがいない。いないから。いないから、真剣に作ったら大体入賞しちゃうっていうね。マジなんか像みたいなの入って、うん、あれ見えるみたいな。うん、ここ掘ったらいいぞみたいな。いいぞっていうね。こうめちゃくちゃ乗って、うん、で、ベーブ・ルースのさ、なんかこうスイングみたいなやつ。いや、ナチョスの西村さんがモノマネするやつね。あれ俺掘ったの。あ、そう。そうあの、空振りの。空振りのやつ。こういうなるやつ、ね。そう。あれ掘って。あれ掘って。入社したの、うん。すごいな。でもなんか、いたは野球部スイング後掘りがちだよ。なんか、いたは俺の学校でもなんか掘ってるやつ、いましたわ。なんかそういうやつ。掘りたくなっちゃう。掘りたくなっちゃう。だいたい、ね、図工とか音楽全部野球関連の野球関連野球やってるやつってそうなんだよそう大体そう作文もそうだしねタイムカプセルも野球ボール埋めたもんいや出てきて何も思い出せないだろ何のボールだ何ボールこれ試合球みたいな試合球なんだろうなるだけですからねあのそれで読書感想文あるじゃないですか、うん、俺これ必勝法あって、まあ、結構読書感想文に必勝法がある必勝法あります読書感想文何回かね僕も入選したことあるんですけど、うん、あの主人公に手紙を書くという手で作文を書くんですよそうするとおしゃれに見えますよなるほどね、うん、ただ感想書くんじゃなくて感想書くんじゃなくてその主人公の誰々に僕は手紙を書きますって書き出してえ始まりすごいおしゃれにこう一文目おしゃれだねまずねそう仕上がりますから素晴らしいあの今もし中学生高校生、まあ、小学生かなが見てたら真似してみつ、ね、見てください確かにうんいやだるかったなだるかったな、うん、夏休みの宿題小学生みたいなこと言うないやだるかった何が一番めんどくさかったじゃんいや読書感想文でしょやっぱえ読書感想文かえ何逆にいや多分自由研究とかの方がはるかに時間かかってない自由研究ね多分とかあとまあ普通に歯磨きね歯磨きカレンダーとかなかったなかったないの何それ歯磨きカレンダーね。そう、歯磨きしたら塗るっていう。1日3回したら青。2回しかできなかったら黄色。1回しかしなかったら赤みたいな。え、不正し放題じゃない不正し放題。てかまあ。そう、あれをちゃんとやるやつ、まあ、いない説みたいな思ってたけど、うん、あれ全国共通じゃないんだ。いや、初めて聞いた。歯磨きカレンダーやってたべ。また歯磨くしね。いや、磨くけど、その習慣づいてない子とかいるじゃん、小学生だと、ね。あ、そうなんだ。そう、知らなかった。歯磨きカレンダー。嘘。うちの小学校だけアイガも育てたりさ。アイガも育てたり。千葉県一周マラソンとかやってない？いや、まず俺静岡県だ。やってない？千葉県一周マラソン。行間休みで。何ですかそれ？え、行間休みもないのか。何ですか行間休みって。行間休みはあの、2時間目と3時間目の間のちょっと長い休み。あー、あれ行間休みって言うんだ。そう。俺らなんて言ってたっけな。だからあの、うん、20分、30分ぐらい。そうそうそう。あの、昼休みが40分か1時間ぐらいなんですけど。うん、あるね。行間休みで。あそこで千葉県一周マラソンやらされてましたよ。どういうこと千葉県一周マラソン。グランドを何周できるかみたいな。やって、で、それを積み立てて、千葉県一周達成しようみたいな。
そういう。なかった静岡一周マラソンなかった。なかったし、うん、業間休みとも言わなかった。それも不正し放題なんですよ。いや、そうだよね。5周しかしてないで10周ってブワーって書いて。え、それなんか達成したらなんか達成したら全校で表彰されるんですよ。勝ち。そう。で、いや、そもそも一周達成しなくても、なんか、立山まで行ったらとか、立山ってわかる？わかるわかる。千葉県の先。別荘のとかあるところね。そう、まあ、別荘のあるところって人によるだろうけど。うん、いやいや、結構別荘いろんな有名人とかね。で、うん、なんか、立山の先っぽまで行ったら、まず、軽く表彰されてるとか、調子とか、があるんですけど。うん。そういうのありましたよ。で、不正し放題。違う、恥ずかしくない？そう、全校生徒で。そう、気まずいだから。表彰されるの。そう。まあ、絶対あいつちゃんとやってないじゃん、みたいな。とかわかるし。いやでも、やっぱちゃんとやってたらわかる。あ、あいつ。あいつめっちゃ走ってたもんな、みたいな感じになるっていうのはありましたけど、ね。おもろいね。ないのか。ない。伝統、俺、マジで全国の小学生やってると思ってたな。ないな。静岡の小学校なんか、これうざかったなとか、これすごい頑張ってたとかなんかない。いや、マジで普通の学校だから、そんなんないもんだから。うん、え、でも俺も普通だと思ってたよ、その、行間休みとか。その歯磨きとか。てかね、まず俺の学校、うん、全校140人ぐらいしかないから、全校で。140だから、1学年20、1クラスか。40人いないから。で、2クラスぐらい。じゃあ。そう、だから、20、20とかで2クラスで、男子8人、ね、女子12人みたいな。うん、だからなんか、うん、あんまりそういう、なんだろうね、もうこじんまりした学校だったから、と、うん、いうのはあるのかもしれない。あ、そうです。マンモス校じゃないから。うん、いや、別にマンモスでもないけどな。いや、でもちっちゃい小学校、ちっちゃい小学校ではなんかその、これ、でも全校生徒覚えれない、やっぱ140人だと。縄跳びは、あのさ、縄跳び検定。縄跳び検定。え、あの、恐竜の絵があって。あ、違う。違う、でも検定1級、2級、8、そうそう。え、8級死ぬほど簡単なんだろ。前跳び8回跳べたら合格で。そうそうそう、先生の目の前で、なんかこう、うん、後ろ、ああ、やって、はやぶさ。ラジオみたいなかけてたかった。かけてない。え？もう俺らは、もう、あ、やるめちゃくちゃ練習して、うん、何なんかこうあるの、手帳みたいな。はいはい。それを、もう先生、うん、俺今日これやります。って。だけど先生もギネスの判定みたいな感じで。あ、やるんだ。で、なんか、めちゃめちゃ見て、うん、いきますっ。って、何回できたらクリアみたいな、うん。あ、マジ で、あ、ちょっと違うわ。合格みたいな。で、もう、うん、あいつ、後ろ、後ろはやぶさ。後ろはやぶさマジむずいから。マジむずい。後ろはやぶさ。これマジむずいじゃん。こう、あやとびの後ろバージョンを、1ジャンプ中にやるっていうね。あの時にさ、うん、自分のバネあるかないか気づくよね。確かに。なんか、うん、あれあいつより俺飛べないみたいな。まあ、そうだ、運動神経。縄跳びで結構さ、確かに。もうすげえやつ、すごいじゃん。まあ、めちゃくちゃ飛ぶもんね。そうなんだよ。なんかパワーっていうよりも、パーンって上がって、ファファファって動くって感じの。あそこでの運動神経を悟るよね。いや、まだ俺悟ってなかったかも。まだあそこで。あの事件はなんか。だってあなた体を返し飛びします。返し飛びが、返し飛びでテレビ出てますから。一発目ね。僕だから、まだ縄跳びにアッパーを感じてなかった、その時期は。返し飛び。そう。そう、で、しかも返し飛びって、千葉のうちの地元の小学校だと、2級とか3級で出てくるんですよ。余裕やん。余裕なのよ、あれ。舐めすぎだろ、縄跳び。2級とか3級あたりで出てきて、いや、もちろん、あの、間でだよ。はい、はいはい。間で出てくるから、急にその、チェンジアップみたいな感じで、みんなバンバン飛んでたのに、こう、急に変わるじゃん。確かに。こういう動きだ。返し飛び。一回も飛ばない。そこで、なんか、あーってなったりとかするみたいなのがあるんだけど、え、じゃあさ、その、なんかな、で、順番とか決まってないってこと？その、縄跳び検定。決まってなかった。あ、決まってないんだ。うん、あ、それ違うわ。まずね、8級の人って言われる。うん、とか、7級の人とか、体育も違う、はいはい。で、あとは、まあ、6級の人とか、5級の人とか言って、壇上に上げられるの、体育館の。壇上？壇上。だる？壇上に上げられるとか、まあ、中学生みたいな感想言うな、お前。壇上に上げられて、うん、で、ラジオかなんか、スピーカーかなんかかかるので、あの、ラジオ体操みたいな、すごい無機質な音で、ラジオ、あの、縄跳び検定6級、返し跳び、てん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 、ずんずっちゃっちゃってやるの、そっから。全然わかんない。で、やり始めて、で、このアナウンスで、返し跳びとか言ったら返し跳び変わってて、で、音楽も変わって、みたいな。で、なんとかと、二重跳びとか言って言われたら、バーやって。で、あ、何？もう向こうの指示にしたら。そう、向こうのこの音楽に合わせてやるの。で、壇上に上げられてるからみんなこう見てる。で、先生も見てて。で、最後に、でん、でん、で、終了の音楽が、でん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 、で、最後、こうやって、あの、縄を
この足のかかとにこうシュッてかけるやん、こう足だとしたらこうシュッてフィニッシュってやってクリアーみたいな。え、何？めっちゃバラエティ番組みたいな感じの。え、音にも合わせなきゃいけないし、そう、ちょっとショータイムみたいな感じの。そう、音に合わせて飛んで、なんとか飛び、なんとか飛び、なんとか飛びで変えて変えて変えて、で、最後なんとか飛びで、で、最後こうやってやる。で、これの、もう、一級の時のみんなのこの、一級とかクラスに一人ぐらいしかいないから、みんなこう頑張れみたいになるあの感じって、うちの小学校だけなんだ。だけですね。もう見たこと、聞いたことない。何それ？え、これ、マジで？え、あるのかな？あれ、あったらちょっと教えてください。ちょっと教えてほしい。この、千葉県かな？わかんないですけど。沼津にはなかったね。で、この盛り上がりね、こう、ね、一級ベラポンに長いのよ、もう。その、発揮とかすごい。はいはいはい。もう一級ベラポンに長くて。で、次は、うわ、いけ、ここ越えたら、もう、あと、20跳びだけしか残ってないから、とかの、なんか、鬼レンチャンみたいな感じ。そうそうそう、鬼レンチャンみたいな感じ。いけ、いけっつって、そう、一人ぐらいしかいない、あいつをみんなでこう、壇上で応援するみたいな。で、先生もこう、ニヤッとしながら見てるみたいな。ありましたけどね。それは覚えてるね。そんなイベントは、全くやっぱないもん。算数オリンピックもありましたよ。算数オリンピックって、あの、本当に、いや、あの、校内で校内の算数オリンピック。ないですね、うち。嘘なんか、おもろいな。わらび小学校。これはね、四街道小学校、俺が転校する前の小学校にあった。あ、四街道だから転校してんだ。あ、そう、転校します。なんかあったの？いや、別に俺揉めたわけじゃないんですけど。親の都合で。転校したんですけど。で、小学校1年生の時に、まず体育館に全員集められる。小学校、まあ、1年生の部だったから。はいはいはい。で、集められて。で、プリントがバーって配られて、用意スタートで、うん、そのプリントを一番早く解けた人が、一番前にいる先生にバーって出して、丸つけて、で、そしたら1年5組に移動するんだよ。体育館から、そう、体育館からバーって出して、まあ、ダッシュしちゃいけないって言われてたような気がするけど、移動して、そしたら次のプリントがもう机に置いてあって、座って、ガーってやって、で、出して。で、間違えたらもう一回席に戻って解き直して、出して、で、それが5組、4組、3組。2組1組で1組が最終決勝なのよ。で、もうレースなのよ。まあ、で、年に2回あるの。え、おもろ？夏と冬で。で、夏、もう俺がぶっちぎりで優勝するのよ。もう、1年1組着く頃には、もう、の、着く頃には、まだ誰もいなくて。で、解き終わる頃にやっと1人入ってくるぐらいの余裕の、ウサイン・ボルトの。なるほどね。そう、アテネオリンピックのぐらいの時の、ウサイン・ボルトぐらいの、もう、ジョグで終わるみたいな。感じだったんだけど、そっから、冬季オリンピックもあって。そっからね、冬季オリンピック。うん、あの、フィギュアスケート。そう。1年1組の決勝のステージで、俺が解き終わるぐらいに入ってきたやつが、むちゃくちゃ調子いいと。あ、もう調子があるんだ。調子がいいと。計算にもね。計算。調子があると。で、冬、また体育館からスタートなんですよ。一斉に。うん。その、1年生で、用意スタートって解き始めて、で、俺が、ま、やっぱ俺はね、強かったね。ああ一番最初の時はってバッて出したら、俺1問間違えたんだよ。で、戻って解き直して出す。で、の時点でもう1組じゃない、5組行ってるんだ。そう、5組に1人行かれちゃった。うん。やばいやばいやばい。やばい。かなやまずいぞ、これ。かなやまずい。おい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 。おいってなって。で、出して追いついて。うん。でもちょっと先に。解いてるもんね。解いてる。だから、頑張って差を縮めてるんだけど、4組も先行かれちゃって、で、後から俺が4組行って。で、だここでも頑張って俺はめっちゃ詰めるんだけど、3組先に帰って、うん、で、3組でもちょっと早めに出てとかやって、うん、で、2組。で、結局、1組行くまで、俺追いつけなかった。最後の決勝の最終ステージまで。で、先にその人が、相手がね、ライバルが、先に1年1組行っちゃって、やばいっつって、でもちょっと差は縮まってるけど、巻き返せるかぐらいの感じで入ってって、うん、で、もう2人しかいないんですよ。教室にはもう。ほう。二人しかいなくて、俺バーって言って。頂上決戦だ。頂上決戦。しかも夕方だから、ちょっと西日がバーって差してるんですよ。おぉ、もう、クライマックスだもん。未だに忘れもしない。うん、学校の西日がこう差してきてる中で二人で解いて、ガーッ、やばい。絶対にここで俺が巻き返す。絶対にこれ巻くぞっつったら先にガバって立ち上がられて、ライバル、やばい、終わったと思って出したその答えが、そのいつ間違えてて、戻されて、俺の逆転優勝。二、うん、連覇。夏は冬連覇。これ話題になったね。サンスオリンピック。そう、四つ街道小学校で。とんでもないやつが現れたと。もう6年生も注目の1年生が入ってきたっていう。あ、小1？小1っす。
超一だけなのそれは。いや、2、3、いや、全学。全学やるんだ。確かあったと思います。まあ、時期はずらしてたような気がします。で、小一には2連覇したやつ。2連覇したやつ。やばいやつ来た。面白いやつ来たじゃん。そうそうそう。6年生が。6年生が3回がこうやって見てるっていう、ありました。そういうのは、いい学校だったのかもな。ない、一切ない。むちゃくちゃ楽しかったよ、俺、学生時代。学生時代、小学校、中学校。え、ないもん。ないもん。普通になんか100マス計算とかで早かったぐらい。ああ、でもまあ、ちゃんとした勝負はないみたいな。で、まあでも、秒数測られるみたいな。うん。で、まあ、更新していく。そうそうそう。だけど別にそんな。確かにな、でも、そっか。結構、ちゃんとみんなやらないとできないもんな、そんな。そうそうそう。全教員が協力してないからね。そっか。すごい学校だよ。いや、すごい。いい、今もやってんのかな？やっててほしいし、今もやりたい、俺。いや、でも俺もやりたい。ね。計算。計算ばーやって。計算、だ計算だけでしょ？そう。小問題ではなくて。そう。足し算、引き算、掛け算かな？なんか、わかんないけど。そうやね、そういうの。で、だん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 難易度が上がっていくみたいな。二桁になったりとか。なったりとかしていくみたいな感じなんだけど、そう。で、それでもう俺が、まあ、天狗の第一歩は歩むわけです、うん。え、それが転校する前。転校する前。で、転校してって。あれ？みたいな。でディフェンディングチャンピオンがいなくなったわけ。いや、そう、いなくなっちゃったから、俺、勝ち逃げしてるんだよ。中、小一で。小一で。そう。で、転校した先ではなかったの？転校した先はなかったね。あ、ないんだ。うん。やっぱ、その小学校が良かったんだ。うん。でも、わらびき小学校には、縄跳び検定があったから。いや、面白いね。千葉面白いね。千葉県一周マラソンもあったから。何それ歯磨きチャレンジもあったから。もうないもん。いや、本当にね。すごい楽しく。すげえ楽しかった。小学生時代。そう。やっぱ小1の時ってやっぱ、俺大人にも勝てるかなと思って、いやね、友達のお母さんとかに、計算。100マス計算対決させてもらったんだけど、うん、ボッコボコにされたんですよね。大人って強えと思って。あの時ね。そう。でも、小1でさ、うん、そんなことしてくるの、なんかすごいね。かわいいよね。もうやろうよ。100マス計算俺と勝負しようっつって。もう、あっぱいして、親もね、大人行くみたいな。あ、なんかやっぱ、勉強だとちょっとね、嬉しいしね。そうそう。いいよ、みたいな。そんなえぐってなって、そこでね、やっぱ、一目置いたわ、俺。和田すみれちゃんのお母さん。和田すみれちゃんのお母さんだ。和田さんね。そう、和田さん。一目置きました、俺。なんかあるから、俺、そういうの。そう。本当にないな。イベント、なんか逆に地域性高そうだけどね。いや、それは全然ダメ。もう。意外とドライ。意外とドライな学校なんだ。悲しいな。うん。え、マジでないな。中は？中学校は？は100人一周大会ぐらい。いや、それも結構盛り上がりそうじゃない？あ、え、あったでしょ？いや、ないない。あ、ないんだ！ないない。100人ある？あ、ないないない。あ、それ普通じゃないんだ。ないです、ないです、ないです。え、100人一周。あるか。あるんで、俺ら。100人一周大会が。だから、ほんと、あの、ちはやふるみたいな感じ。着物着て。はい！みたいな。そう、なんか、言ってたな、なんか。うん。あれは言わなくてもいいんでしょ？はい。はい、って言わなくてもいいらしい。あ、そうなんだ。うん、え、それは勝ったりとか中学生の時？中学の時はね。でもなんか、要は3回あるわけでしょ？ 1 年。3回ある。それはでもなんかね、うん、もう、100人一周大会ってだけで、なんかみんなちょっと真面目にやんない感じ。ああ、遊んじゃう感じ。なんか、うわ、それちょっとだ、やっぱ大人になるとな。そう。ま、マジで。マジでやってほしい。じゃないのよ、そうか。マジでやってる。マジでやってるじゃん。そう、マジじゃないの。別に。っていうのを、まあ、慣例行事やるみたいな。はいはい。っていう感じだったから。ああ、そっか。まあ、そうだ、伝統系は結構遊んじゃう。はご板とかね。うん。たこ揚げもふざけちゃうんで。あとね、あとなんかね、地域の、うん、あの、職人さんたちが学校に集まって、うん、それぞれの技を磨くみたいな、うん、職業体験会みたいな、なんかよく、はいはい、そういうのがあって、うう来てくる。うん、で、俺、体験したら、なんか、合気道の先生来てくれて、すごい。合気道、なんか護身術みたいな。ああ、いいじゃん。学んで、合気道をやったんだけど、うん、その合気道の先生が、ずっと女子生徒しかね、相手しない。そうでしょ、うん、もう、セクハラだね。そうなんだ。で、あのおっさん絶対セクハラじゃんと思ってずっと見たら、あの、本当に女子生徒からも、なんか、悲鳴が上がってたっていう。あ、そうなんだ。ちゃんとセクハラされたっていう記憶があるぐらい。後日報道で出てきた。出てきたんです。まあ、ないのか。まだやっぱその時はまだ、十何年前なんで。いや、なんか、今になって、やっぱあいつ、あの時のあいつだ、みたいなのは、ないの。性格やみたいな。そう。いや、でもね、今だったら絶対に合うと。あ、どういうことだってさ、合気道ってさ、うん、わかる、こう、後ろから、まあ、なんか、そう、うん。抱きしめる。抱きしめられたら、うん、こう、こうやってやりましょうみたいなのを、うん、おじさんが女子生徒に。いや、もう変態じゃん。やば。変態だ。俺、あれ見て、うん、おぉ、やってるねと思って。結構すごいな。俺も合気道やろうかなやろうかなって。女子じゃないんだよ。
いいな、ちょっといいなって思って。いいなって思ってんじゃないよ。思春期やからね、この時は。いや、女子と振り合えるじゃんって。うん。よくない大人だな。っていうのは思ったな。その地域よくなかった。よくなかったかもしれない。沼津何小学校？第一小学校。第一小学校よくないな。その時はね、でも、中学でやったのかな、うん、中学か。沼津一中でなんか。よくないじゃん。よくないね。よくない地域性ですね。じゃ、そんなのはあったね。あったけど別にそう、だからもう、羨ましい逆に。そう、大会とか。いや、すごいあったわ。でもあった。ドッジボール大会あった。ドッジボール大会か。わー、いや、ないかもな。これ面白いのが、うん、まず、沼津第一小学校の校区で、はい、まあ、いろんな町内があるわけじゃん。うん、まあ、一生って、一生の校区で、僕は末広町っていうね、うん、町内で。学校対抗？そう。めっちゃ盛り上がる。末広町、うん、で、錦丸子町、政子町とか、町方町。ちょっと町名気になるな。あ、大手町もある、ね、うん。大手町？大手町もある、ね。めちゃめちゃ乗り換えてるってやつ。そう、めちゃめちゃ乗り換えてる。ほんで、あの駅前の大手町がある、ね。歩いて東京駅まで行けるじゃん。でも、一番栄えてるの、大手町。そうなんだ。ちょっと東京と近いじゃん。そう、本当に沼津駅前になるから、大手町の子は、あの、お町の子って言われてるぐらい。はいはい、まあまあ、うん、で、まず、学校の中で、町内別で優勝を決めるの。うん、ああ、カーリングみたいな感じ？代表を選抜するんじゃなくて、その学校で勝った人が代表として行くってやつ。そう。カーリングの女子代表じゃん、それ。そうなんだ。それ知らなかった。俺、僕カーリング、あれだよ、エリート選ばないんですよ。もうカーリングは、あの、日本で勝ったチームがオリンピック行くんですよ。なるほどね。あ、でもそんな感じ。チーム青森じゃん、それ。チーム青森。いちご食って。で、俺はチーム末広で、うん、チーム末広で、もぐもぐタイムして、うん、ピンクの、あの、ユニフォームだったんだけど。かわいいね、小学生。で、小学6年生の男子3人しかいないわけよ。うん、男子3、え、そう。男女比とかはもう、もう、何でもいいの？何でもいい。強い人。そう。あ、そうなんだ。で、悲しい、うん、なんか、女子がもう2人、6年生がいて、うん、あ、でも女子の6年って強いもんね。でも、そうでもないの。あ、そうでもない。そういう女子じゃないの。あの、え？逃げる女子。そっち。いるじゃん。うん、そっちかい。そう。だから、小6の男子3人しかいないのに、どうやって勝つんだって。で、錦丸子町は5人いるわけよ。あ、男は全員。そう。全員ってことだよね。もうほぼ全員。うん、で、次よ、みたいな、うん。で、その錦丸子相手に、うん、我々末広町、うん、まあ、勝ちまして。あ、どうやって勝ったの？いや、もう本当に俺が頑張った。ただただ俺のワンマンチーム。あ、もうすでに地方大会から。そう、もう。もうワンマン、正義のワンマンチーム。ワンマンチーム。で、左投げで。正義がちょっとシュートしてくれ。左でシュートして落とすと。もう俺が一人でぶん投げて、勝って、勝って、で、錦、政子町倒して、錦、うん、丸子町倒して、最後が白金町だったよね、決勝が。白金。決勝の白金なんかもう、決勝はレベル高い。小6のダンス一人しかなくて、え、あの、もう、ダークホースの、ああ、あれだったのよ。あの、上がり方してきたんです。すごいね。で、その白金には、うん、あの、決勝で、俺が、あの、完全試合して、あ、こっち一人もアウトにならずに、相手全員アウトにして、うわ、もう、松坂。つまんない決勝じゃん。そう、松坂大輔以来の、あの、決勝のヒットノーラン。決勝のヒットノーラン。なんなら完全試合。大阪桐蔭対金足農業みたいな。もう、ボコボコにして。めっちゃつまんない決勝みたいな。で、うん、沼津一勝、代表、末広城。あ、そこからまた、そこから沼津市大会なんですよ。面白い。クソおもろいでしょ。面白い。一勝代表、二勝、三勝、四勝、五勝、金岡。で、死ぬ、死ぬ。決戦だ。で、これがすごいのが、三勝、沼津第三勝とかは、うん、と、あと西浦、うん、ね、みかんが夢の西浦賞は、うん、もう合宿してるんですよ。もうなんか、大人がガチになっちゃってます。スポーツドッジボールだ。そう。で、最近流行ってる。で、俺らなんかは、もう、うん、その、沼津一勝って駅前にある学校だから、うん、その、なんか、もう、沼津の中でも、こう、お待ちの子みたいな感じで、うん、なんかその、沼津の中でも田舎の方の西浦の子たちは、もう体もでかいわけ、なんか。ああ、まあ。遊ぶとこもあんまないし。わかるわかる。みかんって、なんか、体でかくて。調子の子魚食ってでかくなるっていう。そうそう、みたいなやつや。クソでかい6年代の。はいはいはい。西浦とか。170ぐらいの。そう。で、6年合宿してたりとか、うん。で、なんかもう、チームワークエグいの。もうこう来たらこうしよう。技があるんですよ。フォーメーションとか知ってる。それねって。で、初戦西浦。うん。まさかの沼津、末広市。代表。代表。まず一緒代表。勝つ。え？それはどうやって？いや、もう俺のままじゃん。なんじゃん。もう俺がポコポコポコ投げて。すごいな。いや、俺だから、ほんとドッジボール強くて。強。で、西浦に勝って。で、もうでも。フォーメーションとかも全部崩して。全部崩して。俺がもう一人ぶん投げるみたいな。でもみんなもう、周りの大人も、うん、まあまあ、あの、どうせ勝てないからって。うん、まあ、知ってるからね。そう。末広町の大人たちは、うん、まあまあ、勝てないでしょ、どうせ。まあ、楽しんでこう。で、向こうのもう明らかに大人が気合入ってみたいな。で、なんかエンジン組んじゃって。やば。に、うん、勝ってから、あれみたいな、うん。うちの周りの大人も、うん、え、いけんじゃないみたいな。
なって、さすがにそんなないでしょ。あと何回勝ったら使用制覇。3回。3回か。で、計4回だったかな。計4回か。だからあと3回がないやん。そう。きついな。で、次があの3勝ね。うん、確か。で、まず3勝。うん、これも合宿してるんですよ。強い。で、またでかいやついて。うん。まあ、さすがにここ勝てないのよ。勝ったのよ。いや、強い。え、それはどうやって勝ったの？俺のワンマンチーム。チームワークは一向に上がんねえんだろ。一向に上がんねえ。ずっと俺がワンマンチームでぶん投げてる。うん。で、そう。で、準決だ。準決。準決だ。おお、準決の相手がね、うん、もうなんかね、優勝候補倒しまくってるから。あ、もう、スーパーダーコースだよね。そう。うん。通ったら、なんかね、そんなに体大きくないんだけど、うん、どこだっけな、花岡だっけな、うん、明日かだか忘れちゃったんだけど、うん、ま、やったときに、うん、なんか、俺がね、封じられてんのよ。おぉ、もう、ま、もう、ま、ちょっと2試合で、そう。なるほどね。そう。やっぱ、ま、マークされて、こいつで抑えろと。あいつだけだ。バレた。バレた。だいぶ持ったけどね、もう。うん、だいぶ準決まではバレてなかった。バレてなかったんだけど、さすがにあいつやばい。あいつしかいないみたいな。うん、で、俺がもうずっと狙われて。なるほど。だから外野行っちゃって、うん、ああ、もう無理だと。なるほど。と思ったら、俺らのその仲間が、うん、やっぱこの、優勝候補戦ってるから強くなってるのよ。うまくなってたんだ。うん。あ、よかった。そんなに相手も別に速い球投げてこないし、体もでかくないから。あ、そういうチームなんだ。そう。だから、うん、派手さはないんだけど、うん、堅実なチームだと。なるほど。でも、これまでの優勝候補って、もう、スタープレイヤーがいるチームだったから、三、ね、の工業だ。あれ勝てるぞ。勝てるぞ。正義がいなくても、みたいな。うん。思ってくれて、どんどんみんなが上手くなって、準決勝ったの。いや、それめっちゃ面白い漫画じゃん、その。そう。主人公いなくなった準決勝ね。準決勝。が、みんなのそのサブキャラで倒すっていう。そうな激アツの回ね。準決が一番おもろかったわって言われる回ね。そうそう。めちゃくちゃ面白かったみたいな。で、すごいじゃん。決勝。うん、決勝戦だよ。もうここまで来たんだ。うん、すごいね。俺、一つのチームが。俺ですよ。もう、うん、結局これもね、勝ったんですよ。どうやって勝ったんですか？俺のワンマンチーム。もう、マークされてるけど。最終回だな。そう。だからもうやっぱ、いないの、それ、優勝候補は。もうない最終回だな、マジで。ここいない、ね。また、もう、普通が倒してるから。バカじゃん、決勝。準決見て、準決までずっと見てきた。準決までが強かったから。いや、何決勝の相手だからもう。決勝何してんの？全然強くて、うん、表彰されまして。表彰で、まずそういう、なんていうの？あれ乗ったんだ。乗ったの。すごい。こうやってもらってて。うん。で、なんかね、歴史が結構あってね、30年ぐらいやってるらしくて。あ、もう30回目ぐらいの？みたいな感じで。第30回チャンピオン。チャンピオンみたいな。すごっ。で、なんか、うん。一生が優勝したのはね、史上初だから、なんだか。結構やっぱ厳しい戦いだったんだね、もう。全然気づかずやってたの。へぇ。で、一番嬉しかったのが、うん、僕がずっと小学生の時に大好きだった後藤真美ちゃんって子がいいんだけど。うん、後藤真美ちゃん。真美ちゃん。真美ちゃんは、うん、僕が4年生ぐらいの時に転校しちゃってて、うん、で全然会えてなかったんだけど、うん、その、うん、優勝して表彰終わった後に、うん、真美ちゃんも片浜小から来てたの。お、う、ぉ、ん、で、千井くんと、うん。かっこよかったよ。うわ、すごい最終回。いい最終回。このエンディングです。このエンディング。いい漫画だね。はい。その後何もなくて。ドラマ化したいわ。あ、そう。いやマミちゃんも戻ってきてみたいな。そう。いい話。ディフェンディングチャンピオンです。あの、その当時はね。人生のピーク。ピークです。俺が履歴書書きたいもん。え、沼津。主な実績。沼津市。沼津市。どっちも大会優勝。優勝と。そういう、すごい実績があったんだ。一応ね。意外と。こう、甲子園よりすごいんじゃないそれ。意外とね。意外と。確かに。すごいな。あれは本当メインでやってるからね。はいはいはい。ワンマンチーム。しかも、ほぼ正義で勝つ。ほぼ俺で勝つ。すごい。え、だから要は野球、え、どういうボール、ドッジボールってさ、その、でかいやつがボールじゃん。うん、だけどさ、その、グッてこう、掴めるやつじゃん。ママさんバレーのソフト。ああ、違う違う違う。で、ブーンいける。じゃなくて、もうこう、こう、硬いやつか。こう、あれか。肘抜けたら投げるやつ。スパーンってなる。そう。で、パーンってめっちゃ右方向いっちゃうやつね。こう、そう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 、こっちが。こっちだと、ピューっていっちゃうやつが。あれか。あれよう投げれたね。ここで押さえなきゃいけないやつ。グッて。だから、やっぱ肩痛くなかったから、あの時は。あの時は。若いから。若いから。なるほどね。あの時怖いもの知らずだったけど。いや、すごいわ。はい、いや、あったわ。いろいろね。いろいろあったわ。小学校の頃の栄光が。栄光あったわ。いろいろありましたね、やっぱ。思い返してみるとね。はい、ちょっとまだ。コメントまだあります。コメントまだあるんです。あ、すいません。すいませんね。まだまだありましてですね。楓さん。はい。がですね、小学生の頃、自由研究や図工の作品が選ばれて、市の展示会に出展されました。俳句が選ばれたこともあります。習い事はピアノと水泳を
小学校1年生からやってました。中学生になってから塾も行ってました。ということで、俳句が選ばれたことあると。うん、これはこれでもうちのかなやんかな、ね、やん。もう俳句選ばれてますから。あの、ね、つい年明け ?2024 年の1月に入選しましたからね、俳句で。そうです、実は。実は、ハイジや V1 のね。ハイジや V1 の俳句大賞。俳句大賞。川柳かあれ。川柳大賞で、ね、ノミネートされて。入選しましょうかな。一句ちょその句読んでもらって。一句ね。なんだったっけな。ちょっと待って。どこを見ても、塵一つないよ、ここの床、みたいな感じでした。あ、そうそうそう。そんな感じ。そんな感じだった。ハイジはめっちゃ褒めるち、うん。めちゃくちゃ綺麗だ。どこ見ても塵一つない、ここの床、うん、ハイジは V1 みたいな。で、これ、なんかもう、こんなんで通るんだと思って、多分出したら通るんだろうと思ったら、意外とみんな落ちてる。落ちてる。そう。みんな意外とハイジや V1 の川柳大賞狙ってた。まず狙ってんだってね、驚いたし。そう。ちゃんと落ちてる。落ちてる人がいたんですよ。ちゃんと選考の結果選ばれた。で、3000円もらいましたから。あ、3000円もらえた。3000円の商品券もらいました。でかっ。でかいっすよ。っていう。あれ、そんなもらえるんだ。まあ、俳句と川柳ちょっと違いますけどね。うん、俳句と川柳の違い、ちなみにわかります？季語がなくて。あ、そうですね。で、季語がないのが川柳で、季語があるのが俳句ですね。はい、短歌は五七五の後に七七がつくという違いがあります。はい。習い事、ピアノと水泳だって。習い事。絶対に伴奏者やってたからね。ああ、確かにね。ね。やっぱこれは、クラスに一人いないと困る。一人いないとね。まあそういうふうにクラス分けしますからね。ね。いなかったらどうする？ピアノやってた？やってない。水泳は？やってた。あ、やってた。やっぱ運動なんだね、水泳。そうだね。俺は、母親が、うん、なんかその泳げないのはちょっとダメだと。あ、そうなんだ。そのなんか、昔、母親の。すごい山とか佐川の中で育ったじゃん、それは。母親の友達で、男の子で全然泳げない子がいて、うん、それ見て、なんかカエル化しちゃった子がいました。息子にはこう。そんなのもう今のじゃないけどね。うん、だから、やっぱちょっとなんか、うん、母親、息子にはちゃんと泳げてほしいっていう思いがあったらしくて。ね、あ、そうだ。じゃあ全部いける ?4。いけるいける。4A いけるんだ。ずっと本当に動かされてたもん。あ、そうだ。もっとやめさせてくださいって頭下げたけど、やめさせてくれなかった。何年間？もう小学校の時ずっとかな。小6、1から6まで。そう、東亜スイミングスクール。夏休みにずっと。東亜スイミングスクール。うん、スパルタ？スパルタ。あ、そう。まず母親がスパルタ。あ、そうなの。もう本当夏休みの朝7時ぐらいに起こされて、行くよって言われて。行く？水泳朝って。よくその道行かなかったな、水泳。野球やってたから。あ、野球の方が。そうそう、まだ水泳よりは、ね。そう。なるほど。厳しかった。あと母親に言われたのは、うん、あの高速代金。をなんか1円単位で割り勘されたことがあったらしくて、昔そんな男にはなんだって言われたことある。ああ結構えぐいよね。うん、いやそれはめんどくさくてやらないガソリン代と高速代合わせて、うん、その1円単位まできっちりこう請求されたらしくて、うん、それ面白いじゃん。もうそうボケじゃん。そうボケだろ。マジでされたことが1回あるらしくて、だからそんな人にはなってほしくない。あ、なるほどね。言われたことある。だから、結構母親の思いを受け継ぐ。あ、なるほどね。結構愛がある。あって育ってるから。はい。そう、モテる男になってほしい。そうです。いう思いがあったのね。で、水泳鳴らされてほしい。俺、習い事ね、野球を習い事としたら、野球と、あと、公文式ぐらい。あ、公文ね。学研は？学研はやってないです。公文の、公文って、問題が解ければ、もう次の学年行けるんですよ。うん、小1でも小2の内容できるし、ね。で、本当に公文しかやってなかったから。もうずっと公文やってて。公文と野球、公文と野球、公文野球ってやってたら、小6の時に微分積分まで行きましたから。中学か。そう。で、表彰されたまた。表彰されるね。そう、数学で。で、俺も公文やってたよ。あ、公文やってた。そう、公文やってて、うん、俺英語やってたの。あ、公文の英語はね、いいらしいですね。うん、で、小3で英検5級取った。小3で英検、あ、いいね。何にもわかんないよ、でも。わかる。リスニングだけなんかすげえ良かったらしくて。うん。なんか、まあ、運気出したね。三択だよね。そう。五級って。そうそうそう。で、母親もめちゃくちゃ喜んだ。へぇ。すごいじゃんみたいな。そう、すごいよ、五級は。ちゃんと割と文法分かってないと。そうそう。いけないからね。そうそうそう。でも、結局三級で止まったね。三級って、でも結構中学内容とかでしょ、確か。そうそうそう。あ、すごいね。まあ、三級で止まったけど。すごい。で、俺も、その、微積やってるんだけど、マジで何やってるか分かんないのよ。自分で。意味分かんない。意味が分かんない。まあ、そもそも俺、中学校レベルの方程式の時点で何を自分やってんだろうっていう感じだったんだけど、うん、もう、とにかく、がむしゃらにやって。あの時ってさ、もうひたすらやる、ね。そう、やってた。ただ俺全く内容理解しなかった。そう、内容理解しないから、途中で、
もう分かんなくなって泣いちゃったことあったもん。何やってるか分かんない。何やってるか分かんないし、間違えて、クモンのドライなところは、ペッてやられて、そのまま何の解説もなしに自分の手に戻ってくるのよ。ああ。で、どこを間違えたのかを自分で考えて、戻さなきゃいけないけど、はい、もうそもそも自分が何をやりたくてやったのかも分かんないから、もう何回出して戻ってて、でも俺も意地だから、もう、負けないと。絶対聞かないと思ってやるけど、もう全然分からない。先生、あれ、答えを見て。そう、答え見て。で、あれもね、解説書とかないのよ。うん、あの、答えしか載ってないから。バツバツバツって、ぐっ、もう、ぐっしゃぐしゃにして、ふぅーって泣いたっていう。ね、いや、懐かしい。そこでやっと解説してもらえるっていう。厳しい教室でしたね。ちょっと厳しいね。今思うと。そう考えたら、俺も。スパルトでしたね。めちゃくちゃ塾してた。収録で塾してて。それ、小学校の時。小学校の時。で、俺、小田原までしたの。神奈川まで。そう。電車乗って。小5の時か。なんで？別に受験もしない。受験もしないんでしょ。意味がわかんなかった、自分でも。だし、授業は、学校終わったら、5時半ぐらいの電車乗って、うん、小田原まで鈍行で行って、うん、7時から授業受けて、9時に終わって、小田原から沼津帰って、うん、で、次、布施小学校行くみたいな。すごいな。全然意味わかんない。受験期の生活です。そう。すご。意味が分からん。でも、だから俺もそんな状態で、うん、何やってんの、ね、分かんないよ。俺別に公立中行くしと思って。ああ、そもそも、ね、そもそも。うん。そう。なんで俺も行きたがってんのか分かんなかったの。確かにね。ちょっと、楽しかったなんか県外に行ってる自分みたいな。ああ。俺かっこいいし、ね。まあ確かに。ちょっとガキ県外に行くことないからな、小学生。そこがない。だけでやってたんだけど、うん、途中からお母さんにし、うん、ちょっと。やだ。まあ意味わかんないよ。あ、やめさせてくれたんだ。それは。それはよかったね。うん。いや、まあ、お互いにやっぱ勉強わけわかんなかった時期を迎えるよね。本当意味わかんなかったよ。という感じで、まあコメントは大体読み終わったんですけども、はい、あと最後にですね、この浜谷年さんからのね、一応コメントも読んでおきますけれども、はい、まあ、前回のね、動画についてですね、はい、羽生結弦には気をつけてくださいの後、えげつない悪口を言ってカットされた説ということなんですけども、はい、まあこれどういうことかっていうと、まあ前回の動画が不自然なカットが入ってるんですよ、ね。そうですね。まあ羽生結弦の話ばーされて、うん、でなんか羽生結弦の TikTok のいじりして、うん、で羽生結弦には気をつけてくださいとか言った後に、以上、ボシマックスの申告権でしたってなってるんですけど。急になんか背筋伸びて。背筋伸びて。いやでも、これは別に悪口を言ったわけじゃなくて、あの、マイクが切れたわけ。マイク切れちゃって、はい、取り直そうっていう。取り直そうという。くっつけたってだけ。はい、それで。ね。あれだけ見たら、羽生結弦。むちゃくちゃ悪口って俺怒られて謝ったみたいなね。誰か大人が出てきたのね。怒られた人の、ね、顔してた。顔してましたからね。まあそういうことで、まあ特に悪口も何も言ってないんで、ね、ご安心ください。羽生君大好きです。普通にファンですから、ね。はい。えぐいからね、フィギュアスケート2連覇。オリンピック。オリンピック2連覇、ね。2連覇。えぐいからね。いたもんね。え？サンスオリンピック。サンスオリンピック2連覇してるけど、俺。レベル違うって。範囲違いすぎるって。世界と四つ街道だから。四つ街道のしかも1年生だけだから。範囲違いすぎるって。まあ、ということで、結構ね、小学校の時の話が盛り上がったので、はい、こんな感じで。そうですね。コメントですね、次回の。次回のその、お題。何しましょうか、ね。テーマ。どうしようかということで、まあ、ちょっと、時代、ちょっと、タイムリーじゃないんですけど、あの、鳥山明先生が亡くなられたじゃないですか。あ、まあまあ、そうですね。僕結構泣きそうになったんですよ。いや、なんか俺も、多分その直前に、直後に会ったけど、うん。あ、多分これ食らってんだなと思ってた。そう、結構俺、好き好きじゃん。そう、めっちゃドラゴンボール好きだったから、すごい泣きそうになっちゃった、うん、俺の中で。うん。でもちょっとタイムリーじゃないから、喋れてなかったんだけどね。うん。だから、まあなんかそういう、で、しかもね、しかも昨日、ちょっと長くなっちゃって申し訳ないんだけど、昨日っていうか、一昨日かな。一昨日そのオーディション帰り、オーディションがあったんだけど、俺一人の、うん、そうオーディション行って、その帰りに、まあ、中華食ってたんだけど、うん、向こうにその、あの外国人、訪日外国人の家族で、ファミリーで来てて、うん、で、俺絶対この人たちドラゴンボール好きじゃんって思ったの。なんて言うんですか？え、もうね、俺のデータベース上、訪日外国人が訪日した理由、絶対ドラゴンボール好きだからな。データベースに含めドラゴンボールかナルトかワンピース。全員サブカルで。どれか。どれかが好きで来てる、絶対。みんなアニメ目的なの？そう。絶対どれか。で、俺が対面だったから、うん、そのなんか、アクリル板挟んで対面だったら、ドラゴンボールみたいにやってたら、ははって手に代わりされたんですけど、あれはドラゴンボール好きですね。分かってたから。ははって言われた。すごい。
外国人の苦笑い初めて見たぐらいなんですけど。うん、気使わせんなよ。そう。法律してる。そう。という出来事もあって、はい、ちょっと、で、何ですか？で、いや、ちょっとアニメとか好きな漫画を聞きたいなと。なるほど、なるほど。皆さんの。確かに。めちゃくちゃ俺らも好きですね。そう。漫画。アニメ。まあ僕で言ったらプリキュアも好きですし、うん、あの、ドラゴンボール。で、スラムダンク。うん、あと、意外とデスノート僕好きですからね、うん。デスノートとか。ドラベースも、ね、好きだったりしますから。全部被ったんだよ。そう。シャーマンキングも好きだったりしますからね。で、ナルトとかワンピース。ワンピース。好きですから、ちょっとそこら辺の漫画、アニメで好きなもの。ものそして、じゃあそこの熱いシーンとかあったら。確かに。まあ、異世界ものとかで。異世界ものもね。好きですからね。はい、ということで、はい、そろそろ、お開きにしたいと思います。はい、ボシマックスの申告権でした。ありがとうございました。